はい、ということで本日はですね、マルコメこと鈴木啓太とのコラボになります。お願いします、お願いします。でも多分うちもこのチャンネルでは初めてのコラボかと。確かに初めてですね、テレさん出させてもらうのは。テレさん視聴者も久々にいたんじゃないマルコメのこと。確かに全然違うからさ、もう、うん、面影がないから、あの当時のマルコメではないです。はい、ということでね、あの本日、まあ、まずあの今もちこと須田くんがいないんですけど、もちこは今大阪でポップポップやってるんで、もともと来れない予定だったんですよ。はい、で須田くんはあの二度寝です、ね、二度寝厳しいね、はい、俺言わないようにしようと思ってたんだけど、いやいやいや、もう一回言わせていただきますよそれはね、こんだけあのチャンネルでやっぱ二度寝男みたいに言われてるんで、やっぱね、はい、まあ、実はね、多いんですよね、須田くんもね。あ、多いですね。そう、実は多いんですよ、あんま出てないんですけど。いや、キジキジしてると思ったんですけどね。もともとの遅刻もらしい。あ、そうなんだ。それがノンタイトの生活で治ったんだって。はいはい。もともとは二度寝とか結構する人らしくて。なるほどね。なんで、まあちょっとあと15分20分したら到着するみたいなので、うん、途中参加ということで。はい。で、今日あのまあ啓太に来てもらったんですけど、まずちょっと本題に入る前に、啓太が今何をしてるのかっていうのはみんな知ってるかなと思って。絶対知らないよね。知らないですよ、多分。ラオスは知ってるの？あんま知らないんだよね。あ、うん、今のボートレースの YouTube やったとこまで終えてる人は終えてると思うんですよ。終えてる。そうですね、だってやってた前に表に出してやったんで。そうそうそう。で、なんかあのちょっとオンラインカジノあたりから、はい、うちの視聴者が、あれこいつどうしたみたいな。え、なんか言ってきたんすか？え、そのそっちの視聴者が。え、なんか俺に DM2 件くらい来た。あ、来たんすか？なんか鈴木啓太さんがオンラインカジノでなんか道を外してかけてるので、はい、テレサで戻してあげてくださいみたいな。そんなのあったんすか？あったあったあった。戻せよ。あとカードローンの案件を受けてたっていうのすげえリール回ってきたんだけど、あったね、あったね、うん、PR で広告が回ってきて、そうそうですね、そういう、じゃあ案件めっちゃやってますね、あの一時期は。だってうちの YouTube ライブで一回そのケイタのオンラインカジノについてのなんか議論が発生したんで、はい、コメント欄で。マジ？そう、ご迷惑おかけしたっすね、ご迷惑を。いや、ちょっとなんか、どうだった、その時オンラインカジノやってた、はい、オンラインカジノ、この時その時、オンラインカジノっすね、オンラインカジノやってた時って何、道を踏み外してたの？え、別に僕ダメだとまず思ってないですよ、僕、はいはいはい、今自体も。なんでみんなダメって言うんだろうっていう思ってるぐらいなんですけど、うん、はいはい、でそこでまあギャンブル、まあ、ボートやってたじゃないですか、はいはいはい、で一応視聴者の人とかもそういうギャンブルが好きな人多かったんで、まあ、そういう、まあ、ライブ配信で、まあ、オンラインカジノやったり、あの普通の投稿ではボートやったりみたいな、そのギャンブルっていう括りで、まあ、やっていこうと思ってて、じゃあ視聴者のためにまあ、カジノ系の、まあ、ワンジャンルとしてオンラインカジノをやったっていう感じなのか。そうですね、それを増やしていきたいと思ってます、ね、ジャンルを。今は何をやってるの？今はもうメインはボートレーサーになりたい人たち、まあ、ボートレーサーってなるために学校に入らないといけないんですけど、その学校に入るための試験があるんですよ。はいはい。でその試験がまあ結構大変で難関って言われてて、やっぱりそこでほとんどの人が落ちちゃうんで、まあ、僕もそこに受かるまでに3回かかってて、うんうん、そこにちょっと課題を抱えてたんで、まあ、今実際目指してる人たちに対して指導するっていう感じの塾じゃないですけど、ボートレーサー養成塾っていう名前でやらせてもらってるんですけど、そういうパーソナルとかトレーニングを教えたりっていうのをやってます。で、あれだよね、なんかちょうど1回目終わったんじゃないですか。そうです、この間1期生が終わって今2期生になってます。どうだったの、自分の手応え的に。手応え的にはかなり自信を得たんですね。あ、そうなんだ。やっぱ自分がなるのと人をならせるのではちょっと違ったんで、でも最初はなんだろう、まあ、自信もありつつも本当に人も変えれるのかなと思ったんですけど、結構その合格者が出て、その指導っていうところに自信がついた段階ではあります、うん、嬉しいよね、でもね、嬉しいです、教えた方が、はい、カジノ王からやっぱスクールってまっとうの道を進み出したカジノ王ってなんですか、はい、まず違うカジノ王って初めて聞いたっすもんね、はい、いや、すごいやってるイメージあった、ね、あ、はい、そんなやってないですけど、僕2回くらいじゃないかな。あ、そうそうそう、回数としては回数、あ、インバイトはでかかったっすか、イメージがね、確かにイメージがやっぱイメージ、いや、結果見てたんですか、あの僕が配信やってるじゃないですか。いやいや、やってないよ、勉強がてら、いや勉強もしてねえわいや、やめてちょっと、あの傷つくからさ、ブランディングが。 そうそれを今後やっていくわけじゃん、はい、どうしてきてんの、公認みたいになりたいの？公認多分なれないんですけど。あ、そうなんだ、はい、でもやっぱボートレース例えばなんか早稲田スクールとかあるじゃないですか、うん、まあ、早稲田に入るんだったらそこに行くみたいな、それになるようにボートレーサー目指すんだったら丸込み式みたいな、うん、丸込みに教えてもらっていくっていうのをデフォルトになるように頑張りたいです。なるほどね。あとなる人を増やしたいと思います。うん、意外と知らないじゃないですか、ボートレーサーっていう職業を。いや、知らない。そうです。だからそこもなんか、なりたい人を増やしていけたらな、みたいなのもあります。はいはい。え、なんかあの、
普通にさ一時期 YouTube 普通にやってたじゃん、はい、このボートレース始める前、はいはい、エンタメやってて、それボートレースに変わったじゃん。 あれは何だったの、あのきっかけみたいな。あれは、まあ、大君は知ってるんです、まあ、何人か知ってるかもしれないですけど、まあ、相方がいて、はいはい、まあ、それ一緒にやるんだったら、まあ、ボートっていうジャンル絞んなくてやりたかったんですけど、まあ、そこでまあちょっと、まあ、行き違いがあって、まあ、僕一人でやるんだったら、まあ、ボートのジャンルがいいかなって感じで絞ったって感じです。虫食ってたね。あ、虫食ってない、ゴキブリ食ってた。大君結構見てくれてるね、俺のチャンネル。知ってます？いや、俺知らない。知らない。2人やったら知ってる。あ、知ってます、知ってます。大体、あの、ネタがなくなった YouTuber の最後の、あの、末路みたいなのは、あの、虫を食うみたいなとこで。ゴキブリ、ゴキブリ食べる。ジョーカー切っちゃったのが最初からね。ジョーカー。ゲームでもないのか。今日は、あの、ケイタに来てもらったのは、今ちょうどね、シンデレラダイエットっていうダイエットっていうダイエットリアリティショーをやってましたから、はいはい、テレサでね。予告だけ今出てるぐらいですね。そうそうそう。で、放送が6月30日の19時から第1話放送です。おー、はいはい。で、撮影がでも多分9割ぐらいもう終わってて。あ、そうなんすね。終わってる。で、ダイエットスタートはどのぐらいですか？1ヶ月半くらいかな。おー、じゃあ半分ぐらいですか？ちょうど3ヶ月なんで折り返しで、はいはい、で、一応、俺とラオスが今、あそこに参加してるんです。おー、でもだいぶ痩せたっすからね。お二人とも。10人いた後の8人は一般の人たち、はい、なるほど。そうそう。で、なんか概要としてはこれ今2チームに分かれてて、はい、BMI の合計で競うんだけど、はいはい、勝った方のチームが夢が叶うっていう。夢が叶う？どのレベルの夢が叶うんですか？え、なんか個人個人あるんですよ、はい、その一応テレサは叶えられるレベルなんで、はいはい、例えばなんかみくるさんに会いたい、はい、マジ？それだったらいけんじゃないかなぐらい。ああ、なるほどなるほど。結構でかいっすね、それも。ノンタイトルファンの方も何人かいたから。はいはいはい。ケイタに会いたいっていう方ももしかしたら。ちっちゃい夢っすね。で、そうそういう番組やってて。マジか、いいな、参加したかったな。ダイエットする必要ないだろ。いや、僕もしてたんですよ、その別に。長い期間ないですけど。はいはい。その場合、もうちょっと太られないといけないから。そうですね。みんな考えてる以上の、おデブさんたちがいっぱいいるわけですから。ああ、はいはいはい。そうなんですよ。なるほどね。で、ケイタが今、まあ、そのトレーニング指導とかして、まあ、実際自分でも痩せたりしてるので、はい、まあ、今日はですね、僕とラオスとこのセナ君来るんで、はい、3人にその、まあ、ケイタのトレーニングをおやらせていただきたいと思います。マジっすか、やりがいあるっすね。痩せるトレーニングね、はい、トレーニング、ケイタが俺らに教えるってこと？そう、そうっす。できんの？できますよ。いやいやいや、こんだけたらありませんね。できますよ。カジノに狂ったらどうでしょう、一回。カジノも引っ張れるわけですよ。やっぱり、はい、ちょっと大丈夫かな。いや、今もう体を鍛えることしかやってないんで、はいはい、あの、自分も何回もダイエットしてきたんで。そうだよね、減量だもんね。そうです、ボートレーサーの時は61、2から51とかまで。え、それを何ヶ月落とすの？僕はもう2、3ヶ月で短期集中で落とす、はい、でも最近はやっぱそれがきつくなったんで長くかけてるっすけど。なるほど。どっちもやってきました。2、3ヶ月10キロ、これ2ヶ月でした。ガチっすか？スタートが違うわ。すごいな、それも。今日のでやるトレーニングは、はい、まあ、あの、多分トレーニングでいっぱいあるじゃないですか。過激なものできたりとか。あ、はいはい、ただやっぱ見てる人が、まあ、自宅とかなんかできるような。あ、はいはいはい。ちょっときつい負荷がかかるようなやつをちょっとやっていただきたいと思います。はい、おー、いいっすね。で、そしたら30分間をもう結構汗かけるぐらいで。はいはい、あ、いいっすね、いいっすね。やれたら。ある程度は考えてきてるんですけど。じゃあちょっとそれで行きましょうか。行きましょう。はい。結構でもやってるんですよね、日々。運動は。運動してる。あ、運動してる。じゃあ安心っす。何？何が？いやいやいや、その何が？いや、そうですよ。運動できなかったら誰もやれないみたいな。あ、大丈夫？それは大丈夫です。ある程度日々運動してる人だったらできるぐらい感じる。ちょっと強度は高めに。あ、強度高いんだ。はい。3ヒート。3ヒートって何？最初はちょっと上半身系。上半身、それはヒートっていうか、まあ、アップですね。ちょっと体温めるぐらい。で、次が腹筋系ですね。あ、はいはいはい、腹筋系。腹筋。で、最後が、まあ、デス4って言ってるんですけど、はいはい、死ぬやつです。これが、まあ、一番きついヒート。これ3ってやってもらって、最後、死んでもらおうかな。なるほど。大丈夫です。体調悪くなりまだメニュー言っただけです。まだメニュー言っただけです。僕の今回のプランにはなかったんですけど、はい、うちの生徒が1名遅れてるじゃないですか。ああ、はい、はい。そこは、ちょっとやっぱ、コーチとして、ね、ちょっと厳しくしていただかないと。まだほぼ1回ぐらいしかちゃんと会ったことないじゃん。無理っすよ、そんな初日で。デス5があるでしょ。デス5があるでしょ。はい、ちゃんとやってるやつ。うちの生徒が遅刻してるんでね、そこはちょっと頼みますよ。確かにそうですね、そこは厳しく言ってます。はい、はい、じゃあ行きましょうか。はい、お願いします、はい、いつもありがとうございます。日頃の感謝を込めてノンタイトルシーズン4放送記念キャンペーンとしてテレサのシャントリーボディがなんと500円からお試しできます。
今回はですね、定期便で100ミリサイズがお試しで、通常1760円するんですけれども、500円でお試しいただけます。普段から気になってたんだけど、なかなか手は出せないっていう方も、ぜひこの機会に試してほしいと思ってます。そしてもちろん、送料は無料です。シャントリーボディは、リピート率なんと 74% を誇るほど多くの方にご満足いただいている商品なので、僕らも本当に自信を持って皆さんにお勧めしています。ノンタイトルシーズン2からできたテレサのシャントリーボディ、ノンタイトルファンの方皆さんに使っていただきたいので、ぜひこの機会によろしくお願いします。今回の特別キャンペーンの購入方法は概要欄かコメント欄のリンクからしか飛べないので、チェックよろしくお願いします。僕もノンタイトルシーズン4皆さんと一緒に見ながら、いつも通り忖度なしにコメントしていくので、一緒にぜひ楽しんで見ていきましょう。あ、最初腕立てからいきます。はい、じゃあ早速お願いします。腕立てちょっと昨日俺もう胸の日なんだけど、はいはい、しまったんだよね。じゃあ最初にメニュー説明しちゃっていいですか。はい、まず腕立て普通ので次、まあ、狭い腕立て、はいはい、で次広い腕立て、最後こう斜めのこれ肩っすね。広い腕立てこんな広げるの。はい、その4種目を20回ずついきます。で間のレストを何秒がいいですか。30秒いきましょう。あ、長い、どうかな、何秒がかかんない。正解が、じゃあレスト30でいきます。じゃあ普通に最初まず肩幅ぐらいで、はい、いきます。よーい、始め。1、2、ラオスさん曲がってないです。ラオスさん1から曲がってないです。1から曲がってないです。やって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 、いやマジで俺昨日胸の日だったからもう パンクしてんの。もう どういうことですか。いや1時間半だから俺昨日胸、はい、でそれから有酸素とか2時間半ぐらいいるからね。ジムにね、千葉行ってるから担当もいってる。なんだからサボる言い訳だけ饒舌になるの。おい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 おおい、言い訳饒舌すぎる。いやいや物理的にな。物理的にな。じゃあ次狭く、狭い歌です。今回これくっつけるの。はい、できればくっつけたい。よーい、あじゃ1、あこれ待って、これやばい。3、え、くっついたら上がんない。上がんない。違う、上がんない。ちょっと待って、くっついたら上がんない。上がる。ちょっと離していい。いいね。あ、もっと伸ばす伸ばす、大工伸ばす、大工伸ばす。曲げっぱじゃん、それ曲げっぱ。え、無理、上がんないんだけど、待って、はい、ちゃんと聞かせて。え、なんで終わってんの。俺終わってる、俺マジやってるか。絶対ありえないだろ、俺。絶対ありえないだろ。頑張って、まあ、これアップス、とりあえず体温めるような。9、いいね。じゃあ素晴らしい。じゃあ次、広い腕です、はい、これが一番胸です、どっちかって言ったら。確かにね、広い腕っていけるか。胸をつけるってイメージです。顔をつけるっていうポーズ、外側ね。 OK です。よーい、始め。いいね、大工。いいラオスさん、もっと前向いてもらっていいですか。顔前向けたよ。いいねいいね、表情いいよ。表情いい。いやちょっとラオスさん、表情だけは一丁前っす。いいね。いやいやいや、やめろ。おいおい、なんか先生が笑わしてくるぞ。笑わしてない。邪魔してくるぞ。言い訳してる、言い訳してる。いいですね、大工。よいしょー、よいしょよいしょよいしょ。ラスト頑張れ。あ、素晴らしい。よいしょ。おい、相方どうにかして。敵チームだから。あ、敵チームか。ムなるほどね。そうそう。え、夢あるんですか、夢。夢、はい、夢いっぱいあるよ。何かなえてもらうんですか、勝ったら。リナ。本当にそんなの叶うんですか。いや、俺も思ったよ。え、叶うのって。大君は大君。前のシークレットの。あ、シークレットの。まだ言ってないんだ。じゃあ次、肩そのまま。もうこれだけ終われば、上半身は。肩か。よいしょ。次はちょっと。こんな感じで体勢取ってもらって、斜めに腕立てです。前前、あーいいねいいね。で後ろに引く、後ろに引く、後ろに引く、そう2、いいね。
ラオさんいいね。ラオさんいいね。星しか動いてない。なんか得意そうな動きだなと思ったら。おいおい。いいや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 。腕動かしてもらっていいですか。ラオさんのやつは。おい腕動かす。ガチなんだって。頑張ってもらって。ちょ笑わせんなよ。じゃ。これ聞かせてる。腰に聞かせてる。腰にね。聞かない。でそのまま後ろ下がる後ろオーケー無理だこれ何踊れない待って どういうことこれいや大工のどういうことやろうとしてないですかね斜めに戻れんないこれ演技うまいな演技うまいないいね大工くんあと2回あと2回頑張ってナイスいいよダメだむずいなこれ7分ナイスナイスナイスえいもうみんな叩いてあげてくださいラオさん全然やってないですからねやってるから今マジでこっから徐々にあのきつさは上がってくると思います今あんま心肺機能きてないじゃないですか、うん、ちょっと腕きついかもしれないですけどこっからはちょっと心肺機能上げて脂肪燃焼系はいはいラオス燃焼系っすいやいやラオスイコール脂肪じゃないからいいねいいねじゃねえそれ待って出すそれ待って出す出せえこいつねここからジムからジムから出した方がいいよしじゃあ次腹筋系っすはい腹筋系やりながらちょっとヒート要素を混ざってるっていう感じではいいきますじゃあいきます満点クライマー用意はじめ1,2,3,4いいね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 足よ大工一回ストップいやいやいやちょこの人連帯責任連帯責任何よ連帯責任何よ今もうあずれちゃったよフーが準備してもらっていいですかオッケー危ない俺の15回返すそう15回返す俺の15回これ秒数だからねこれ秒数だこれ秒数ちゃんと太ももをこう前に持っていてくださいこの辺まで顔に当たるぐらいまでそれ早く言ってはい言ったからねもう言ったっすからねもう言ったっす行きますよーいスタート動かす足動かす足動かすここいうことでしょはいもうちょい前膝前出そういいねこういうことでしょ膝前出すあと3秒2 1 OK 最後の1秒やってないこの人やってるて最後の1秒やってるてそれ人間性出てくる最後の1秒差おるかどうかの最後の一杯を飲むのにね最後の一杯を飲むいいこと言うね名言じゃない最後の1秒で人間性が上がる名言やなすごいなはい次かかとタッチですよーいスタート1かかとタッチかかとタッチ3 4 5 6頑張っていいねいいね7タッチ頑張って俺もう2回ぐらい多めいってんだけどじゃあそうか大君自分で数えてラオさんあっ呼吸だけ一番ですね呼吸一流っす呼吸はあと何だっけああ終わった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 普通にいややっぱ人を騙すのが得意っすねいやいや誰が詐欺師や別に騙してないし騙してないうんそうそうサボってるだけ言ってるじゃんでもこれラオスがちゃんとやりたいってことはケイタの先制力も低いって見られちゃうからやばいねやばいやばいやばいよこんなやばいよやばいやばいやばい悪いイメージになっちゃうそうですね本当にこのスクール大丈夫かなボートスクール大丈夫かなボートするスクールボートするスクールあーそれだそれで取ってんのかお金をボートするすごい俺でもできそうだなはい満点ぐらいまでいきますはい20秒いきますよーい、足や、これが大事。こっちのが大事。足動かす。膝前出して。はい、OK! 素晴らしい。で、次の時片足を乗せてもらって、クロス。左手を膝に当てに行く。よーい、足や、20回ね。そう、斜め。いいね、いいね。3。いいよ。いいよ。5。6。3。あー こんなのもいいいいね頑張って頑張って人のことはいいの人のことはいいから20いいね大工頑張れラオさん頑張って20
腹立つ腹立つおい演技はいい演技はいい燃え尽きた燃え尽きたはい、じゃ次がバタ足100っすこれも簡単1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 だけっす、うん、この僕の手ついちゃダメです手折れるんでえ米つかないようにやってください OK ですはい、足上げてよーいスタートついてる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 いいね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 いいよいいよいいよついてるついてる頑張って片足しか動いてないたくねいいね大工いいよラオサ頑張ってついてるめっちゃつけっけ頑張れ大工あと10ラオサあと50 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 あと40頑張っていきますよーいスタート1,2,3,4,5,6,7,8,9,20 あと30一回一回休まないはいよーい始め1,2,3,4,5,6 まだ6っすあと24あと24っす1,2,3,4,5,6,7,8,9 あと14あと14っすとりあえず一回用意していい1,2,3,4 今のラウスさん1,2,3,4 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ナイスうわ素晴らしい最悪だやらされながらもやるところがかっこいいっすいやいやもう痛いだよいいねちょっとまあ腹筋系は終わり終わりっすすごい絵だなもうこれまあ一応休みでいいっすあと最後にデスフォーがあるんで動画回ってますけどもう誰も喋れなくなっちゃってる誰も喋れなくなっちゃってるじゃないですかこれがリアルですねこれがリアルですね本編の途中ですが、ここで告知をさせていただきます。イエーイ。去年に引き続き、ABEX ビーチにてシャントリーボディと、なんと女性のシャワールームには、プラスオクトリートメントを置かせていただくこととなりました。そして、7月27日の土曜日に、私たちテレサ一日店長をやらせていただきたいと思います。時間が13時からで、テレサ以外にも、まあ、村長だったり、モーリーだったり、吉田くんだったり、ちょっとノンタイトルに出ていたメンバーにも、応援に駆けつけてもらおうかなと思い、まあ、今声かけてる段階なので、まあ、チームノンタイトルで一日店長をして、ABEX ビーチを盛り上げたいと思ってます。ちょっと前回の動画で7月28日になってたんですけど正しくは7月27日土曜日の13時昼過ぎから、まあ、夜にかけてやっていくのでぜひ皆さんあの由比ヶ浜に ABEX ビーチがあるんですけど由比ヶ浜までお越しくださいお待ちしてます詳細に関しては今後テレサの公式 SNS、まあ、インスタだったり Twitter だったり、まあ、もちろん YouTube でもあの告知させていただきますのでとりあえず7月27日13時から開けといてくださいみんなのことをお待ちしてますじゃねーえついてみてます開けてきて開けてきて開けてきて5にしますかじゃあ行きますかはいじゃあそっからって感じですか瀬名君はいやいやいやマジでいないものとして考えてもらってマジでいないものとして考えれない先じゃあデス4を片付けた方がいいんじゃないあじゃあそれから行きますかそう OK です OK ですじゃあそれ立ってもらってよーい、はじめはい、できるだけ大きく閉じてくださいいやいやもうスタートからそう思ってやってるやってる手も閉じるどういうことどういうこともう両方閉じるそう閉じていいですね閉じてはい、OKOKOK アップ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 いいねいいねいいね OK ですで、10秒休憩してる間に次の種目を説明しますいきますはいよーいはじめ下までこの辺ですじゃあ着いたらすぐ止まるそのおじいちゃんみたいな動きやめてください下下がらなく折れそうになっちゃう折れじゃないですちゃんと踏ん張るそう踏ん張るあれそうちゃんとやって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 俺が言うから大丈夫です俺が言うんでみんなに言うようなんて大丈夫ですやばいっすもう無理っすうまいねみんなやっぱ役者だわ役者だよ、おてれさんもう YouTube だけやって役者だそうや役者だそうですねじゃあ、飛んでもらっていいですかセナ君え、時間まだ終わるの来たら、まだ終わるまだ30秒あと3秒2秒1秒 OK ですもう乳酸溜まってやばい、これちゃ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 セナ君は来たばっかだからまだ何も言えないんですよマジでやばい、マジで
やばいでしょ、ほら次が、もう一個下っす。しゃがむ状態から。え、さっきの見てました？はい、さっきの見てました。さっきのでダメなのにこれできるわけないじゃん。さっきのはちょっとここで踏ん張ってる分きついかな。一回ここでクッション入れれるんで、楽なん最初でやってみてもらって。足がこれ動かない。いきますよ、よーい、はじめ、下まで、で、ジャンプ。ジャンプもじゃ、広がる、スタージャンプなんで、スタージャンプ、スタージャンプ、スタージャンプ、あ、いいね、ラオさんいいよ、ラオさん、休んでただけあるよ、最後まで、最後に休んでただけある、誰もできないし、ダメっすわ、それもうドリフの終わりなんですよ、これみんな転げて、ちょっと、一人種目違うから大丈夫か？頑張って。お、終わっちゃった。終わってた。じゃあ誰一人やるつもりがないじゃないですか。ねえ、ちゃんとやろ、ちゃんとやろ。シンデレラ。ちゃんとやろ、ちょっと。先生の名に傷をつけてしまうから。下半身のトレーニングが一番脂肪燃焼にはいいんで。いきます。よーい、スタート。動かす。足動かす。足動かす。いや、滑ってるだけです、千田さん。膝を前出してください、膝を。あ、そう。いいね。セナさんが一番いい。で、ラオスさんは全ダメ。いいね。動かす。膝前出して、膝前。いいね。3、2、1。はい、オッケー。いいね。これで終わりか。みんなできたっす。これで終わりか。ありがとうございました。あと1個っす。やっぱ4種目じゃないの、ベスト4。いや、1種目足りなかったっす。最後はまあ勘だっす。みんなやったことある。バーディージャンプです。これ30秒っす。で、組み立てして、これだけっす。これを30秒。あ、いけるっす。ラオさん、涼しい表情してるじゃないですか。いや、そうよ。ね、そう楽勝だから。やってないからよ。やってないの、自分なの。セナさんも1種目目なんで、まだ。確かに。マジで。確かに。どの口が言ってるのって。そう、一人寝ててね。違う、そうなんですよ。よーい、スタート。あ、いいね。飛ばす。はい、飛ぶ。あ、いいね。頑張って。動いてればいい。止まっちゃダメ。おじいちゃんの朝の体操やめてもらっていいですか、セナさん。伸びじゃん。これ。伸びが。大丈夫か、大丈夫。膝のことやめてもらっていいですか。3秒、2秒、あと1回。背中が面白い。はい、オッケー。やばい。お疲れ様です。これやばいね。お疲れ様でした。やばいわ。いや、今日はみんな結構一生懸命やってくれたと思うんですけど、はい、まあ、中にはね、あのサボる人もいましたけども、はい、でも若干1名ですね。俺も、いや結構大工しっかりやってますよ、セナ君。あのそうだよ、そうやっぱケイタのためにさ、そう俺ケイタの株を下げないように頑張ったの。株とかどうでもいいですよ、この帰りは。僕の株とかどうでもいい、どうでもいいと思ってるんで。落ちるとこまで落ちるとこ。とりあえずね。でももう1ヶ月半は経ってるんですよね。だいぶ痩せたっすもんね。だいぶ痩せた。じゃあここから半年は、あ、半月か、1ヶ月半は今のやつを毎日取り入れてもらったらもっと加速していくと思う。なるほど、うん、確かに今のやつやったら絶対するもん。そう、しかも短時間でいいんですよ。仕事多分大変だと思うんで、その仕事の合間にこれ10分ぐらいで終わるじゃないですか、ぐらいの感じで。なるほど、やっぱそれはやりましょう。セナ君が仕切ってもらって、あのセナ君がお手本になってくれると思うんで、それをみんなに教えてもらって、一番できると思うんですよ。できると思うのにやってなかった、それが一番罪深いんですよ。そうできなくてやれないのはしょうがない。多分できるのにやってないです。そう、ね、そうそれがやっぱ一番なんです。ちょっとありましたね、その節があったんです。結構きついよ、思ってる以上で。結果にコミットしないといけない。結果にコミットはするから、はい、うん、これに別にコミットしなくてもいいから。いや、やっぱ結局、あの、違う、ゆるくやって、最後じゃあ、できなかったっていうより、絶対痩せるものを毎日続けた方がいいです。だって、続けなくても痩せるもん。ダメっす。もっと痩せるってこと。そうです、もっと痩せる、もっと痩せるってこと。やっぱ目標が低い。言い訳してる感じがやっぱ脳みそが太ってるなと。あともう一つやってもらっていいですか。やってない、もう一つ。そうだよね、本当だね、本当そう。
はい、ということでね、ケイタに来てくれたんでありがとうございました。本当に楽しみます。ありがとうございます。概要欄に SNS 貼っとくので、ボートレーサーになりたいという方はぜひご連絡してください。お願いします。そう、サボらせないんで、絶対ならせるんで。やっぱ教えるからじゃならせないんで、教えるからには痩せさせないといけないんですよ。確かに。そうっす。だから一緒に頑張りましょう。いやいや、いいわ俺は。いいんですよ。え、でもこの体験はもうボートレーサー絶対無理っすよね、感覚的に。これはもう無理っす、これはもう無理っす。パーソナルだけはないの、逆に。あ、そう、一般向けですか、うん、今はやってない、人が、僕しかいないんで。なるほどね。もちろんじゃあやっていきたい。ボートレーサーって筋トレとかも教えるんですか、全部。そうです。じゃあ試験もこういう、あんだ、その要は体力テスト。あ、体力テストあります。あ、あるんだ。あるんです。なんで、ボートレーサーにこう乗ってないんじゃないの。そうですね、選手になっちゃえば。バカな。いや、体力テストいる。いるんだよ。あれしか動けないじゃないですか。ラオスのボートもこっちだって絶対。こっちだね。ここですよ。こうこうじゃないですか、コース。こういるんだね。体力体力いるよ。はい、ということで、じゃあ本日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、終わりましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。きついっす。一生来ないでください。おい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 。マジで